初戦チャンネルをご覧の皆さん、はじめまして。モーニング娘。23の小田さくらです。今日は私の5冊目の写真集さくら日和の発売記念のイベントをさせていただきました。モーニング娘。としては昨日ハウツアーの初日を迎えて、昨日まではステージ上でカッコつけてる状態の自分を見ていただいた後に、皆さんとこうやってお顔を合わせることができてすごく嬉しいです。この写真集はですね、私約3年くらいぶりで、こう成人した状態で撮影するのが初めてだったので、今までよりも大人っぽい方もありつつ、年相応な自分も見せていけたらなというふうに思って、いつもより笑顔も多い写真集になっています。私的にこの写真集ならではだなって思うのが、あれ、あった、このよいしょよいしょ、この足のアップ、足のアップなんですけど、これをこう撮ったこと、選んだこと、この大きい写真にしようと思ったことから、全てなんか珍しいって思ったんですけど、私今もう多分ハロープロジェクトで一番足がちっちゃいで、ハロープロジェクト25周年でもここまで足が小さい人全然いないよって言われるくらい足が小さいんです。もうそれでも 22.5 センチなんですけど、なのでそんな自分のなんかなんていうんですかね、普段のカッコつけてる部分ではない、ちょっと私が、まあ、一時期はコンプレックスでもあった手足の小ささみたいな、そういうのが大きく映っているのが私のこの写真集のお気に入りのポイントです。ぜひいろんな方に届いていたらいいなというふうに思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。小田さくらでした。